こんにちは、粟田洋介です。先日、横浜市の石川町ひらがな商店街ウエストアベニューで行われたアメリカンホリックデーというイベントにて壁画のライブペインティングをしてきました。で、実は私は壁画っていうのを描くのは初めてで、こういうペンキで絵を描くのも初めてです。で、5メートルっていうサイズも描いたことがなくて、こういうローラーで絵を描くのも初めてでした。でも、クリエイティブなことっていうのはぶっつけ本番でやってもうまくいくものです。この日は晴天で、隣の壁まではすごく日が照ってたんですが、ちょうど私の壁は日陰になっています。開催前にバックグラウンドは何色にするかってことを聞かれました。私はその時の気分にならないとわからないので、どうしようかと思ったんですが、まあとりあえずペンキを5色、赤、青、黄色、それがあれば大体の色は作れるし、それにプラス白と黒って感じで5色のペンキを買おうと思ってたので、なんとなくその時赤、青、黄色の3色を使おうと思いました。で、赤、青、黄色って答えました。前に私は赤、青、黄色で絵を描くっていう動画を作ったんですが、そんな感じの絵を描こうと思っていました。でも当日そんな気分じゃなくなっちゃったんですよね。でもまあ赤、青、黄色って言っちゃったんで、まあ他の色を使いつつも赤、青、黄色っていうのが目立つ絵にしようと思いながら描いていました。アメリカンホリックデーはスケートボードのパフォーマンスやアメリカンバイクの展示、ヒップホップの DJ や古着の販売なども行われました。で、ライブペインティングなんですが、石川町駅南口を出たところに川が流れてるんですが、そこの桟橋の工事の囲い、まあそこの壁は50メートルあるそうなんですが、この映像はそのイベントの2週間前に撮ったものです。で、この壁高さ2メートルあるんですけど、石川町にゆかりのある9組のアーティストが5メートルずつ絵を描くということになりました。で、私はお世話になっているカフェギャラリープラス M さんから参加させていただきました。プラス M さんからもう一人、コーヒートリコさんというアーティストが参加しました。これは2021年プラス M さんで行われたコーヒートリコさんの個展なんですが、私も見てきてすごく素敵でした。で、この絵すごく気に入ったので1枚購入させていただきました。私の壁に半分だけ日が差してきました。この日の気温は33度。皆さん暑くて大変そうでしたが、私にとっては気持ちのいい夏日和でした。そうこうしているうちに、私の壁の大半に日が差してきています。で、この日は結構風が強くて、ペンキが隣の壁に飛ばないように気をつけていましたが、この風がかなり気持ちよかったです。桟橋の工事をするということで、つなぐということがこの壁画のテーマでした。皆さんそれぞれのつなぐというテーマで絵を描いてらっしゃったと思うんですが、私はつなぐということで、川を挟んだ2つの町を橋がつなぐという感じの絵が描きたいなと思っていました。なので、まあ細かいアイデアっていうのは当日描くとき考えればいいやと思ったんですが、その2つの町を橋がつないでいるっていうイメージを持って絵を描き始めました。でも絵を描きながら気づいたんですけど、橋って思ってたのが桟橋で、桟橋っていうのは船が乗り降りするとこなんですよね。
今この書いてる時点では桟橋っていうことを考えてなくて、この川の上に橋を描こうと思っていました。そしてこの壁全体に太陽の光がさんさんと当たっています。そしてこの太陽と風のエネルギーがこの絵に現れ始めているような気がします。これは書きながら思いついたことなんですが、川を挟んだ2つの町っていうのが、それは川の向こうのすごい近いところかもしれないし、まあ船で行く場所といっても近い場所もあれば遠い場所もあると思います。でもこの2つの場所っていうのが、こっち側はちょっと昼って感じで、こっち側がちょっと夜みたいな感じで、まあすぐ近所だったとしても、すごい時差のある遠い国だったとしても、その2つの町を愛がつなぐ、そんな感じの絵が描きたいなぁと思いながら今描いています。最近大きい絵ってあんまり描いてなくて、ここ1ヶ月ぐらいはなんか小さいものに猫の絵を描くとか、そんな感じだったので、いろんなことが起きている絵っていうのを描く、なんかアイデアっていうのが鈍っているような気がして、5メートルの壁画を描くってなると、それなりのいろんなことが起きてないと面白くないなと思って、ちょっとそれが心配でした。で、イベントの2日前に電車に乗ることがあったので、このスケッチブックに電車の中で、まあそんな複雑ではないんですけど、こんな感じの絵とか、こんな感じの絵を描いて、なんかさーっと流れるようにアイデアが出てくるような、ちょっと脳のトレーニングをしました。まあこの壁画は2メートル5メートルって大きさを1日で終わらせなきゃならないので、そんなに複雑で丁寧な絵は描けないんですが、これらの小さい絵を描いたおかげで、当日はまあ自分が持ってる限りの頭の回転をスムーズにすることができました。アメリカのホリックデイ、そして赤、青、黄色の絵、そんな感じで壁画は結構ワイルドなイメージで描くんじゃないかと思っていました。別に私生活で何かがあったわけじゃないんですけど、このイベントの何日か前から聴いてた音楽の影響か、なんかセンチメンタルが心地いいような気分になってしまいました。それはそれで悪いことじゃないんですが、なんかセンチメンタルなつなぐっていう感じ、そんな感じのイメージになってきました。
私は絵を描くのがどのぐらい時間がかかったかっていうのをチェックすることってないんですけど、今回のライブペインティングは動画を撮っていたので、その動画の録画時間っていうのを計算したら、まあだいたい3時間20分でした。で、録画が回ったまま止めるのを忘れちゃったりとか、そういった時間もあったので、多分描いてた時間っていうのは3時間ちょっとなんじゃないかと思います。絵も描き終わり、もう太陽が夕暮れって感じになりました。ライブペインティングは6時までだったんですが、イベントの方はもう5時で終わって、たくさんあったバイクも少しになっていて、DJ もスケートボードも古着の方も人がいなくなってしまいました。そんなわけでアメリカンホリックデー、素晴らしいイベントでした。桟橋の工事が終わるのが2年後ということで、壁画の方が保存されるのは長くて2年間だそうです。でもその前になくなってしまうかもしれないし、いつっていうのがちょっとわからないんだそうです。でも今はあの川沿いに、まあ私の壁画とその他の素晴らしい壁画がありますので、もしも横浜方面にお出かけの際は、よかったら壁画の方も見ていってください。壁画の場所のリンクと壁画を描いた別のアーティストのリンクですね。それからプラス M さんのリンクも下の概要欄に貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。それからイベントに来てくださった皆様、ひらがな商店街の皆様、それからプラス M さん、コーヒートリコさんをはじめ、他のアーティストの方にもこの場を借りて感謝いたします。ありがとうございました。また最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方は、いいねやチャンネル登録、動画の感想のコメントなどもいただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。